寝ました。私もちょっと寝ました。で、今からちょっとお弁当、ちょっとすごいね。お弁当を作りたいと思います。てか、冷たいと思います。その前に。焼酎。ポップなグラス。グレープフルーツサワー、略してグレフル。グレープフルーツサワー40種、ここにあり。グレープフルーツサワーを作って飲みながらお弁当を詰め込みたいと思います。うちで採れたグレープフルーツ。ちなみに親父は今お風呂中。お風呂すっごい長いの。お風呂の中で電話でね、いろいろ見てんだよ。1時間以上出てこないのでね、ちょっとラッキー。はい、ちょっとだけ。美味しい。さてと、今日のお弁当は本当に何にもしない、詰めるだけお弁当にしたいと思います。本当はこんないいのもあるんですけど、曲げわっぱでもこっち。何ですか？何も言ってませんけど。何ですか？何ですか見てた。どうしよう。これを味付けして、これはゆで卵とゆでブロッコリーの残り、もやし炒めたの残り、味変えよう。唐揚げの残りとポテサラの残りと、お昼作ったルーローハン、なんだっけ、お昼作ったルーローハン。はい、
いつも通りだよ。いつも通りって？うん。持っちゃダメだよ。うん。マヨネーズにポン酢にごま。全然このままで味薄くなってない、美味しい。このままでいい。ポテトサラダを入れちゃう。もうできました。おしまい。はい、詰めるだけ弁当の完成です。続いてはこちらのコーナーです。コード&そうなの一言英語講座。はい、今日はなんでだか、どうしてだか、どういうわけだかの言い方を紹介します。それは For some reason。 はい、 For some reason ですね。どういうふうに使うかというと、なんでかわかんないけどパソコンが動かない。はい、お願いします。 My PC doesn't work for some reason。 もう一回。 My PC doesn't work for some reason。 とか、どういうわけだか友達が来なかった。 For some reason my friend didn't show up。 もう一回。 For some reason my friend didn't show up。 そういう感じですね。この場合のサムは、いくつかのっていう意味じゃなくて、どういう理由でかみたいな感じ、どういう なぜかどういう理由なのかみたいな感じの意味ですよね。はい、今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。私のいっぱい引っ掛けながら弁当を詰めるナイトルーティンはいかがだったでしょうか。それでは最後のご挨拶お願いします。
皆さん見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルも押しない。バイバイ。高評価しないで食べちゃうと、チャンネル登録しないで食べちゃうと、バイバイ。バイバーイ。 See you next time。 ほら。